これは英雄の物語。悪しき獣に襲われし、木の葉を救った英雄の。まさに命を懸けて戦った。気高く燃える意志を抱いた者の。俺に気づいたか。心も慎重に選ばなきゃ。お前の相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。知ることのない真実の物語。諦めるには早いぞ。三代目、いかに強大な力を前にしも臆してはならん。わしらには守るべきものがある。行くぞ。今こそこの葉の力を結集し、その外に奴を追いやるのじゃ。おう。行くぞ。
犬塚一族が到着。じゃあこの歯は負けんぞ。待っててくれ、すぐに。今のお前によそを案じる暇などない。お前何者だ？なぜこの葉を狙う？俺のことを聞いてどうなる？お前はもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。キュービを操るほどの力を持ち、そしてお前を攻撃し、それに当てはまる人物は俺の知る限りでは一人しかいない。まさかあなたが内葉マグラだというの？よしなよ。
ではない。お前を立ち、里を守る、それが俺だ。これでキュービーはお前のものではなくなった。この戦いは絶対負けられない。さすが四代目ホカゲ、この俺に適図をくれ。キュービーを引き離すとはな。だがキュービはいずれ俺のものになる。俺はこの世を滑る者だ。弱い子供、あの感じ嘘で言っているんじゃないけど今